はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、日常から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近ね、口の中がねすごい、ね、痛くなってきてね、あの鏡で改めて見たところですね、粘膜障害がねまたねちょっと悪化してきて、あのただれてたところがねまたねボロ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 ってねなってきました。あのね、2週間くらい前からね、この唇がねピリ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 してきてですね、あの薄皮がねむけてきたんですよ。でそこから徐々にこう痛みがねちょっとこの奥の方まで広がってきてですね、今度はねあの奥の方の内側のねほっぺたにね腫れを感じるようになってきました。そしてなんか突っ張ってきたなーって思ってたら、もうねあの頃のようにねこうボロ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 っとね粘膜がね剥がれてきました。だからねまたねあのめっちゃ痛くなってるんですよ。あの頃というのはね、あの、まあ、白血病の治療 の入院を終えて退院した直後ほどではないんですけども、まあ、ちょうど今から1年半前ぐらい前なんですかね、あの痛みがちょうどねあのひどくて、あの柔らかいものを食べ始めて、そしてね、あの、まあ、太り出した頃のことなんですけども、その時はまだあの、流動食をね、作ることがね、あの、ちょっと頭にね、なくてですね、あの、辛い思いをね、すごいしてたんです。で、まあ、痛みを避けるためにね、できる術をね、今ほど知らなかったために、すごくね、苦労してましたね、あの時はね。まあ、その頃はね、その白血病自体っていうのは本当に穏やかになってきてたんですけども、あの骨髄移植のね副作用の粘膜障害としての第2波が激しく出だした、その出だしやったので、ほんまに辛かったんです。まあ、今回もねそれがねやってきそうなんです。第3波がねやってきそうな気がします。まあ、きっと何かしらの関係でね免疫力というのがね低下してるんだと思います。毎日同じようにね、穏やかにこう、なんか生活してるんですよ。今年なんてだってね、新型ウイルスがね、こう、大流行してしまってるので、あの、去年ほどね、そのリハビリとしてね、その、自転車でうろうろしてませんし、まあ、その病院もね、その奥さんにね、車できなはれってね、言われてるんで、対策はしてるからね、まあ、免疫力がね、やられることはないと思ってるんですけど、まあちょっとでもね、他にちょっとだけね、心当たりがあるんですよ。あのね、ちょっとね、スクワットを始めまして、2週間前ぐらいからね。それで免疫抑制度が下がったんかなーなんて思うんです。まあ、というかそれしか考えられないんですよね。1年半前もね、その思い起こせばですよ、リハビリのためにね、うずだて伏せとかね、その軽い、ね、筋トレをねしてたんですよ。でこれまでっていうのはね、その骨髄移植の副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んでるから、それが原因でその粘膜障害っていうのが治らないと思ってたんですけども、実はそうじゃなかったみたいなんですね。あの口の中のねただれが、まあ、2回目なので、しかもねそうなる、ね、まあ、以前の行動っていうのがこの筋トレというね同じことだったので、そのまあ自分の中でね確信がありました。免疫抑制剤で副作用っていうのがちゃんと抑えられているのに、それで痛みがなくてね、すごい気分が良くなってね、まあ、元気になったと勘違いして、まあ、調子に乗ってしまって筋トレなんかねしてしまったためにですね、免疫力が低下して口の中の粘膜に影響が出てしまったと言ってしまっても間違いないでしょうと思ってます。もうねやってしまいましたね。まあ、そういえばね、その今年の5月の末からね、あの僕を悩みに悩ませて苦しめたあの帯状疱疹もですね、ウォーキングをし始めて3週間経ったくらいに発病してしまったので、その時もね免疫力の低下が原因だったので、まあ、今回のことでねちゃんとね学習しました。もうね免疫抑制剤を飲んでるうちはね、あの筋トレやトレーニングはねしてはいけませんね。こうなんていうんですかね、なかなかその免疫力なんて採血で白血球とかをね、あの数値化されない限りですね、こう目に見えてわからないじゃないですか。こう日常生活で朝起きてですよ、あ今日は免疫が低い日やわなんてね思うわけないですし、もうねお母さんからね LINE でね免疫力下がってるよってこうピコンってこう LINE が来るわけでもないんで、わかるもんじゃありません。ほんまにこう免疫力の低下っていうのは症状が出て初めてわかるもんなんです。
ほんまにね、もう今までたくさんの体にいいものをね、食べるようにと勉強してね、しっかり努力してたんですけども、免疫力を上げるためにニンニクをね、玉ねぎをね、食べてましたけども、それをね、筋トレでね、台無しにしてしまったのでね、もう昨日からね、スクワットはね、していません。その免疫抑制剤をね、飲むの終わるまでは、僕はね、筋トレはしません。その生活する上でのね、この生活筋っていうのは、生活していく上でね、ついていくので、もう無理にはね、する必要もありませんよね。あ、生活筋ってなんでね、言葉ありませんよ。今僕が言ってるだけなんでね。で、ほんでね、ほんまにね、そのスクワットをしてなかった2週間前までっていうのは調子が良かったんですよ。めちゃくちゃ調子良かったんですよ。もう虫歯も徐々に治りつつあったし、その口の中の痛みもまあありましたけども、すごいマシだったんです。で、今回のことでね、その自分の体ではっきりと分かったので、ほんまに安静にしておきます。これでね、スクワットのようなね、筋トレをね、しなくなったら、こう痛みと粘膜障害っていうのがね、回復してくるかもしれないので、それはまたね、今後ね、報告させていただきます。そんな感じで、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。